どうも銀城チャンネルのカズヤです。クルタです。ということで本日は土日。はい。まあ俺最近ちょっとね、一人で撮影することが多くて、確かに。数日前ぐらいに一人で県外行ってきたんやけど、はい。マジで心細かった。心細かった。うん。ああ。やっぱ相方おらんとね、モチベーションというかさ。ああ。クロちゃんとノリウチも久しぶりかな。そうですね。結構久しぶりですよね。私2回目のノリウチということで。はい。まあ最近では俺銀次郎氏とノリウチしたけども、あ、暑いんけん。銀次郎氏、俺とノリウチした時はだいぶ暑かったっすけどね。あの鬼武者みたい、あのゴミみたいな鬼武者を突っ張って。あんなんすぐ判別できるやろうと。もう俺ならそっか指さしとるけん。やめてよかよ。言っとるけ。今日は、そんな、手伝って分回すとかはせずに、固く行こうで。ああ、はい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 。狙う機種はね、大体、似たような形になるんですけども、今日の推し機種は、北斗か、ブブブか、剣禅。うん。まあ、あとは最近、ちょっと増大したっていう、モンキー。ああ、モンキーね。うん、そこら辺もちょっと気になるところっすね。新パネルが出たんかな？あ、そうです。青島パネルが出て、まあ、増大したと。いうことで、まあ、モンキーも狙ってもいいけど、難しいもんな、モンキー。いや、まあ、それ言ったら北斗も難しいんやけど、天禅も難しい、北斗も難しいし、モンキーも難しいんやけど。まあ、でも最近、ここのお店は結構、モンキー入っとる件が、正直取れる自信がないっていうのもあるっすね。早番やったら全然、いける可能性あるけど。最近ポーカーにハマってるんよ。まあ、ゲームやけどね。あ、はい。まあ、昨日稼働してないんやけど、はい、早めに帰って、10時ぐらいまで寝とったんよ。おで、起きてから、まあ、ポーカーしとったら、朝の6時と。朝6時までポーカーしとったと。で、寝れんかったんよ。すで、ようやく疲れ切って、寝て、まあ、2時間後に起きたと。あ、はい、は, いはい。で、結構寝不足で、まあ、頭が回ってないんですよ。なんでやねんそんな下手なさ、ツッコミやめようで。俺も人のこと言えたもんじゃないけどさ。俺も寝不足かもしれない。いやいや。はい。ということで、クロちゃんとカズヤのノリウチ、スタートしていきたいと思います。はい。お願いします。はい。抽選終了いたしまして、はい、台まで押さえていきました。はい。抽選人数は70人ぐらい。自分の抽選番号が38番と。で、押さえた機種は、北斗。はい、はい。このホールで北斗を打つことあんまないんよ。そうですね。まあ、理由っていうのは、前台形とか、並びっていう入れ方をあまりしない。たまにすることあるんやけど、普段からはあまりしないと。うん、この店に限らず、その並びとか前台形とか、そういう小予約がない店では基本的に狙わんのよ。めちゃくちゃ設定入っとる。配分高いって言われても、あと答え合わせもできんし。4でめちゃくちゃ当たったのか、本当に6やったとか、はたまた低設定やったとか、っていう答え合わせができんけど、あんま打ちたくないんよ。うん、けどまあなんで今日行ったかっていうと、まあ今日に関してはまあ並びとか、まあ前台系もゼロではないと。あとはまあ狙い台が取れたけん。うん。まあそこ大事っすよね、やっぱり。うん、自分が抽選番号13番で、剣禅の方、押さえました。まあ、正直、ちょっとモンキーと悩んだんすよ。まあ、モンキーの第一候補が取られとって、で、まあ、天禅第一候補空いとったけんが、まあ、天禅の方に行きました。天禅の方が、まあ、ちょっと SNS で軽く煽っとったんで、まあ、なかなか天禅煽ることないなと思って、確かにね、悪くはないかなと思って、そっちの方に行きました。まあ、二人で話し合ったけど、まあ、二人北斗行くのも結構リスキーやけ、うん、片方、北斗で片方天禅みたいな作戦やったんですけど、北斗は正直早番じゃなくても多分取れるっていう予想で、一応天禅の狙い台を、はい、抑えたっていう感じで。まあ、一応狙いにされとるけん、ある程度は打ってもいいと思うけど、まあ、あとは他の機種の狙い台がどうかっていうところやろ。うん、まあ、そこが、まあ、俺、ここの店でもこの前天禅、一日打ってんやけど、その時は、まあ、本当狙い台で根拠強い台に座れて、内容もぼちぼち良かったけん、打てたけど。うん。まあ、あとはやっぱその、カズさんも言ったけど、周りの状況、並びとか。そうね。特に天禅は結構、並びで使われることが多いけんが、まあ、その並びも意識して、まあ、ちょっと打っていかんばかなって感じはしますね。思ったより今日人数少なかったけん。うん。で、結構やっぱ、分かってる人が多いけん、狙い台とか。うん。で、もし狙い台座って、ちょっと早めにやめるとするやん。で、案外打たんのよ、その。そうっすね。早番が狙いに行って、あ、悪かったとやろうなって、多分打たんけん、後から。うん、後相撲狙いとかあんませんようなイメージやけん。状況次第では早めに一旦捨てても、
戻れるかなっていう気はするけど。そうですね、確かに、うん。そんな感じの作戦で行くか。そうですね。いつもよりは動きやすい感じではあると思うんですけど、うん。じゃあ、そんな感じで、オクトと天然スタートで打っていきたいと思います。はい。あ、今時間11時なんですけども、朝一680ぐらいハマったさ。リセット？うん。いつ？筋トレでた。え？朝一？え？さすがにカスタムよね。でも、周りの台、うん。出てないよ。え？俺の台だけカスタムされとったから。さすがにノラで一発目に金は出らんやん。いや。確率的に。うん、出らんと思う。俺の台だけカスタム？どういうこと？一台だけカスタムしとるは、だいぶ怪しいけどね。え、でもさ、これが何台かバババババンって金、何台かいっぱい金出たら、うん、あー4やんってなるやん。うん。けど1台だけ俺の。ピンポイントで1台だけ金っていうのは、ちょっと気になるっすね、俺。あー、確かにそうっすね。逆にね。まあ、フェイクの可能性あるよ、ほんと。うん。金出して、入ってますよ、勘出して、他の台も動かすっていう、ただの4の
フェイクもあるけど。うん。朝一ババババババーンってデッドランっていうことは、まあ、まだ全然打っていいっていう感じになりそうですけどね。一回確か前、ここ、半分か全部くらい、なんか朝一トロフィー出した時あったんですよね。ああ。その時、マジで4だらけやったんですよ。ああ。それよりは俺は可能性感じるかなって思いますね。まあ、しかもやっぱ狙い台やし。そうね。別に辞める理由はないたいね。4確定じゃないけん。辞める理由はない。カバネリの朝一筋トロフィーとかは、うん、もうほぼ4ない。あ、逆にね、カバネリやったらもうあの4カスってできんけん、うん、朝一4を出すってカスタムができんけん、うん、ランダムか最高設定しかないわけ、うん、だけん金カバネリは金が出やすいと、うん、だから北斗は4を出すことができるけん、筋トロフィーを出すことができるけん、そうっすね、判別するしかないやろうね。1000ゲーム3000ゲーム編は気にしときたいけど、うん、ただこれが一時期出て冷遇になった場合どうするかってところね。その時の内容次第で良かったら続行するのか、悪かったらやめるのかっていう。俺はまだ打っていいと思うけどね。その段階やったら、うん、全然打っていいと思う。まあ、ちょっと怪しくなったらこれさせてもらいます。使わせてもらいますね。全部、はい、え、天然どうなんですか。なんで敬語になったんですかね。いや、俺一発目に、まあ刺さったんすけど、いいところで刺さったっていうか、悪くないところで刺さったって感じなんですよね。あ、まあ刺さってもおかしくないやろうな、みたいな。低設定でも刺さっておかしくないやろうなってところで刺さったみたいな。あ、そう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 。まあとりあえずまだ、ダンバかなって一応狙い台やし。最近天然高設定打つこと多くて気づいたけど、うん、まあ昔の6号機の絆みたいに、刺さらんばいけんってやつがないけん。うん。刺さったら刺さったでいいんやけど、まあラッキーぐらい、うん、刺さらんかったけん、うわ終わったわでもなし、ないし、まあただ何回かに1回はおえこれで当たったってやつはある。あ、まあとりあえず筋トロフィーが出たっていう報告。ああ、まあ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 、まあ、状況見ていきましょうか。です。キイチ、いや、さっきさ俺タバコ吸いってん、一緒に、はい、帰ってきて1ゲーム上にリーチ目引いたけ。あ、いわゆるタバコ効果ってやつやね。あー、そうそう、一旦ね台を休憩させてってやつね。そう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 、台を騙すとね、まだダウンタイム早かけ。ちなみに俺は結構もうあの死にたくなるレベルでやめたい。あ、マジで。うん、分からんけど、なんか
もう一台の狙い台も、あんまりオーラさそうやけど。オーラはないね。ちょっと、だいぶ自信ない。確かに。まあ、いくら難しい言うてもね、反応せんことがあるだけであって、うん、いや、やっぱ言うても高設定やけ、ある程度反応するはずなんやもんね。うん、めっちゃ反応してほしいけど、ぶっちゃけちょっと微妙な件が。早めに見切ってもいっちゃね。まあ、オープニングで言った通り、戻れるっすけんね。もしあれやったとしても。戻りますか？戻るか。ということで、ペンでやめてきました。まあ、挙動自体があんまりわかんなかったんですけど、まあ、凹み方もちょっと考慮したら、別にそこまで歌んでいいのかなっていう感じでやめました。もう一台の狙い台の方も、まあ、結構凹んどったんですよね。まあ、全然刺さらんで。ちょっ
っと自信なくなって、カズさんと相談して、そこまで無理せんでもいいんじゃないっていう話になってから、まあ、一旦ペイしてきました。もう一台北斗がね、結構当たっとるやつがあったんですよね。通常が700くらいで、初当たり4回。まだ全然わかんない状況じゃないかなと思って、一応それ打とうかなと思います。まあ、ダメやったらまたちょっと、回り見つつって感じになるんですけど、まあ、北斗自体も、まあ、カズさんのやつもやし、まあ、ちょこちょこ当たりはおるっぽいんですよね。で、個人的にちょっと注目したいのが、バラエティのところですかね。なんか逆車とかも普段当たってないのに当たっとるし、シンフォギアとかもちょっと当たっとったんで、まあ、バラエティが少し気になるかな。まあ、ちょっと時間経ってから、まあ、売ってそうなら売ってもいいかなっていう感じかな。とりあえず、北斗、売っていこうかなと思います。それじゃ、行きます。Thank you.
17時過ぎまして、どう結構広いですよ。だけ広い。あ、マジで。うん、今日やばか。まあ、朝一もそこまでお客さんおらんかったし、それよりも少なくなったんだね。でも今日一応日曜日やけん。日曜日って大体明日仕事の人もあるけん。まあ、夕方ぐらいに大体帰ろうね、みんな。俺が打ちつつ、クロちゃんがね、拾えとけば、まあ俺、打っとこうかなと思ったけど。まあ、クロちゃんマジで何もできん状況で、俺だけね、4か5か、わからんような台。うん、ずっと打ちよくの。二人で考えたら結構きついけん。俺もじゃあ次、レーグ飛んだらやめようかな。確定の台は、打たんと、やばいじゃないですか。この時間帯って。やし、もう、ある程度分かってる人が打っとるけん。あかんって分かっとるもんね。で、俺の北斗もまあ正直、まあ途中まで全然5、6の可能性あるかなと思ったけど、うん、まあ共通ベルもまあ AT 結構消化してきたけん、うん、ちょっと数値も落ちてきて、初当たりも、ちょっと、だいぶ落ちたかなっていう感じで。まあ初当たりだけじゃ分からんけど、まあ店の状況とかも考えて、まあ結構きついんじゃないかなっていう感じやけん。まあでも、まあ、優遇やったら、全然、打てるけん。冷遇だったらやめようかな。まあ、一番やばい展開が、まあ、ずっと優遇状態で、8時過ぎぐらいまで、打たされて、クロちゃんぼっくり暇かっていうのが、一番やばいけどね。まあ、本当にもう1、2時間、クロちゃん何もできなさそうやったら、まあ、優遇でも全然やめてもいいかなと思ってる、正直。あー。二人分で金の遊具1台って考えたら結構きついけんね。結構どころじゃなかもんね。結構どころじゃなかもんね。だいぶきつかもんね。そんな感じで。やりましょうか。え、買っとる今。今買っとる。ああ。ちょこっと。買ったら、最近ちょっと動画でさ、あんまいい飯食ってないやん。ああ、確かに。俺も車中泊とかで、車の中でおにぎり食ったりしか取らないけどさ、動画上ではさ、たまにはちょっといいもの食いに行きたいな。ああ。早くレビューできるように。あ、オッケーです、オッケーです。できるわ。よいしょ。おいって。Thank you.
一郎が勝つ。ここは貴様だ。ハまだまだ読みが欲しい。今度こそやっつけろ。おっと、爆裂拳。入ったわ、ちょうど。俺もちょっとなんかもう、あのふくらはぎがもう、レグになってきたわ、ちょっと。もちかもちかいし。あ、やめていいじゃない別に。いや、やめていいやろ。いやすか、たまには。行きますか。とりあえず行こうで。いや、俺最近ダイエットしよっけんさ。野菜。いや、野菜を食いに行くってないやん。肉は太らん、よからしい。ダイエット。普通に。炭水化物がダメみたい。俺ら基本ラーメン食うやん。だけ、そのラーメンとかがやっぱダメやけん。肉は全然食ってオッケーけど。あー。今度、炭水化物なし一週間だよ。でもそうと関係ないけん。もう一個腹減った。もう無理。俺は待て。ゴチ。おはようございます。はい、ということで、お疲れ様でした。でしょ。まあ一応今日の稼働を振り返ると、はい。まあ金は受け取ったけ、まあマシな方ではあるけど、まあ、やっぱもう一人の方が予想以上にきつかったね。まあそうっすね。そんな感じで本日は稼働終了と。はい。じゃあ結果行きましょうか。はい。じゃあまあ僕から。はい。北斗朝からずっと設定内して、マイナスの190枚と。今年1800枚いっとるけど。ふわっ
もう今日は期待値積む日やったけど。ああ。しゃあない。なるほどね。まあ自分が今日の収支、プラス216枚です。2人合わせ、プラス26枚。で、そっから、マイナス焼肉代と一人。焼肉代が、600枚。マイナスの500枚。500枚じゃない、600枚くらい負けとるか。普通に焼肉のマイナスやもん。僕たち4月から LINE アット始めまして、はい、まあ、何があるかというと、実践メモ、まあ、稼働メモ、何を何ゲームから打って、期待値いくらの台を打ったとか、まあ、設定したとしたら、詳しく全部メモしておりますので、はい、そのメモを無料で見ることができますよと。はい、ぜひ登録して参考にしていただけたらなと思います。はい、ということで、本日はこれで終了したいなと思います。はい、お疲れ様でした。